こんにちは、中村ひろみです。今日はね、チャレンジコースのファスト編についてお話ししたいと思います。なぜ1ヶ月に一品だけ習うのかっていうところなんですが、たくさんの料理をもらっても教えてもらっても意外となかなか作れなかったりするんですよね。明日やろう、明日やろう、いや本当明日にやろうっていうことで、明日がどんどん遠くなるっていうのが私なんですけれども、なので私みたいに継続しづらくて、ついつい自分に甘くて、明日でいいや明日でいいやってやってしまうような先延ばしタイプには本当にぴったりなのが、1ヶ月に一品だけ作るっていうことなんですね。でもちろん私は計画的にきちんとできますっていう方にも、一つの料理を1ヶ月に1個だけ教えてもらうっていうのはね、これ実はすごく効率がいいんです。っていうのは1個しかないから絶対皆さん作るんです。で、作るから上達するんです。しかもパスタってさ、極めたいじゃないですか。なんだけどうまく作れないってことが多いので、たった1個だけ、1ヶ月に1個だけお届けするので、それを何度か作ってみてください。そうすると上達します。しかも1回作って、あ、ちょっと次はここを気をつけたいなってもし思ったりしたら、もうね、ハマっていきますよ。で、よし、もう1回作ろうと思って作るでしょ。で、あ、うまくいった、ちょっともう一回作ろうかな、今度はなんか誰々さんに来た時にちょっと作ってあげようとか、そうなっていくことで自分のテンションは上がっていくし、パスタがそうやって何度も作っていくうちに、もうレシピなんか全然見なくても作れるようになります。なぜならレシピはとってもシンプルだから。作り方はいろいろあるけれども、私がお伝えする作り方でやっていただければ、パスタの内側までちゃんと味が入ります。なので噛んでる時に飽きないパスタになります。そしてちゃんと中まで、パスタの中まで味が染みてることで、ソースをしょっぱくしなくても大丈夫なので、塩分の取りすぎにもなりません。こんな手軽なパスタないと思うの。だから月に1個だけお届けする、月一のパスタ編、ぜひ、学んでいただけたら嬉しいなと思います。そして、その、ね、3ヶ月間のコースになっているので、3ヶ月間で3つの、パスタがお届けすることになるわけなんですが、3つとも全部自分のパスタにしてください。アレンジしていってもいいと思います。最初は基本に忠実に言われた通りにやっていただいて、だんだんと食材を変えたりしながら作っていけば、あなたは1つしか習ってないのに、あ、3ヶ月だから3つかな、3つしか習ってないのに、あ、こんなにパスタが作れるようになったっていう風になっていくと思うんですね。春のパスタ編、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。こちらのキッチンからお届けします。